私だったらこう本当に自分が好きかどうかっていうのをこうちゃんと一旦こう立ち止まってでもいいからこう見つめ直して、あとはまあ継続する、3年ぐらい続けてみるというか、私は何でも3年は続けた方がいいと思ってる。ありました、将来やりたいことがまだないのですが、人生の選択においてこれから進路を決めていく私たちにアドバイスがあったらくださいという、もう今日いらっしゃる方々ね、高校生でお二人よりも少し、まあ、年下ですけれども、人生の選択において進路を決めるのにアドバイスが欲しい。鈴鹿さん、先輩。まだ22歳ですけど、でも僕が高校生の時と今の高校生の方とはなんか5年くらいしか変わらないけど、でもその5年ってすごく大きい変化があった5年だと思うので、なんかあんま僕がこうですって言えないけど、なんかなんだろう、迷ったらとりあえずやってみて、こうなんだろう、一歩踏み出してみること、一歩踏み出さないと二歩目はないし、その一歩踏み出したからこそそこから改めて見えてくる景色というか道だとかそういうのがあると思うので、こうなんかいろんなところに枝を伸ばしていってほしいと思うし、なんかそこに対するこう不安とか恥ずかしさとかっていうのは多分みんな持ってるものなので、なんかなんだろう、そこに対してなんだろうな、なんというか不安だったりもすると思うんですけど、こうとりあえずなんかどうなるか分かんないけどやってみようくらいの気持ちで始めるのもありだと思うので、なんかやっぱ進路ってこうなんだろう、こうしますこうしますってすごい決めなきゃいけないイメージもあると思うんですけど、ふんわりしててもいいと思うので、とりあえず一歩踏み出してみてください。はい、ありがとうございます。飯豊さんは、はい、この将来やりたいことがまだないのですがという方にアドバイスするとしたら、これ難しいですね。私だったらこう本当に自分が好きかどうかっていうのをこうちゃんと一旦こう立ち止まってでもいいからこう見つめ直して、自分は何をやりたいのかなっていう、目の前にある好きなことってなんだろうなとか、興味があることはなんだろうなって好きかどうかを確かめて、あとはまあ継続する、やっぱ何でもこうダメだったから次、ダメだったから次じゃなくて、とりあえずこう3年ぐらい続けてみるというか、私は何でも3年は続けた方がいいと思ってるんですけど、やっぱ継続ってすごく大切なことだなと思うので、こう諦めないで自分を信じて、最初に好きだからって決めたので続けてみるってことと、そうですね、思った通りにはならないかもしれないんですけど、やった通りにはなると思うので、後悔のないように過ごすっていうことをするんじゃないかなと思いますね。そういう選択をしていきたいと私も思ってます。そうですか、ありがとうございます、はい、ね、高校生の皆さんにこのアドバイスが届くといいんですが、皆さん大丈夫そうですか。ありがとうございます。うなずいていただいてリアクションがありました、ありがとうございました。